こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。オースニュースの時間です。今週もパッチョさん、パラさん、いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。ちょっと2週間ほど私開けててすいませんでした。あ、そうですね、いろいろとやってまして、先週は映画とか石島さんがそうだ、はい、行きましょう。行きましょう。行きましょう。お品書きドンドン。今日は6個でございます。はい、割と多めに。じゃあ順番に行きましょうか。行きましょう。1、魔女の塔がさらに高くあのすごいですね私からするとあの雲の上なんで、その先に何回あろうと、先があろうともこう特になんか視界に入っていない状況私もそうなんですけどね、うん、でもその天空で何かが起こるということですね。しかもなんかすごい神々の戦いが行われているドロップするようになるみたいな。ドロップじゃなくてもらえるんでしたっけ、30回に出てくるモンスターが。そうなんです、ね、そうです。2周年の時に、それ2周年の時の発表ですね、うん、はい、一応こちらダウンというわけで31回から35回が追加されますよ。ちょっとずつ増えていく高くなっていますね。まだ先があるということで、これ7日のお昼の12時から、25日の、3時59分朝ですね。はい、ほう、消えないでほしい消えてリセットされないでほしい、ま、ね、そうそう、リセットなんでまた1回からで報酬もまた1からもらえます。登ったところからドーンってまた1回からダメだけみたいな感じで登ったのにで、ですね、クエストの仕様とか獲得できる報酬が一部変更されています。ドン、結構ね変わってるところあるんで、ちょっと細かいんですけど、変わったところをご紹介すると、まずクリア報酬の方が、うん、まあ、いつも通りその10回でもらえる、キャラは変わってて、うん、変わりますね、ですね、マーケージ重心力変わらずで、ファーターズキングがもらえるのがもともと25回だったところが20回に降りてきます。ファーターズキング降りてきますよ。あ、そして1回からあ、これはやらなきゃだな25まで小刻みに、今まで25まで飛んでたんですけど、うん、そこ1回ずつで重心流が各色もらえるようになります。これは頑張んなきゃダメだただこれあの実際のあるクエストを回った方が早いか、これクリアできるのが早いか分からないね。21回までいけるんだってやったら ね、パータスキングも手に入るから、はい、ね、ぐらい下がっても止まってたのは20、うん、私は20回ぐらいで、止まってるかな。今のは村井さんなら多分いけると思う、うん、なるほど。でその後メキメキね、実力もつけてますからね、うん、ここから全部違うんですよ。26回からオーブが2個ずつ各回でもらえるので、1回ずつ何かもらえるチャンスが小刻みあございますと。で30回出てくるボスのバベルが報酬としてもらえます、はい、クリアしてドロップとかではないのでお気をつけください。しかも1回2回3回と登っていくと2体3体4体5体と。それは31回で2体って書いてるのは1体もらってて2体目じゃなくて2体もらえる。そうです、2体追加でもらえる。ほー、3体じゃあ1、3、6、10、15? 15、楽15になる今回最後です。34回までいつの日か運極も、わお、運極も目指せるようになっているということでございます。はい、はい、でですね、今回スタミナも変更がございまして、かなり少なくなっております。最大でも35なので、もともと50だったと思うんですけど、かなり行きやすくなりました。私ね、初めてこの覇者の塔来た時、確かランク120ぐらいだったと思うんですよ。あの、私多分そろそろね、挑戦できるようになっていくんですよ。35回今146、7、8ぐらいだったと思う。すごい、もうちょっと多分もう挑戦権得るんですよ、私。じゃ見えますね。いや、雲は晴れただけ登れる階段は見える、高さは見える、あれかっそうですね。というわけで30回から35回は変わらず、あと150ランクが必要になります、うん、という感じ。頑張ってください、はい、明日からだ。そうですね、明日からです。はい、お楽しみに、はい、続きまして、あ、こいつもらえるキャラ一応ご紹介しましょう。古き世界の終わりバベル、これ進化後の絵でございます。光属性です、こう見えて。こう見えて、はあ、まがまがしい、うん、光には見えねえな、ね、お楽しみに、はい、はい、はい、あ、ステータス、あ、ステータス紹介しちゃいましょうか。あ、行っちゃいます。お、知りたい、知りたい、知りたいですか。少しじゃあ、ちょっとじゃあ手に入らないとは分かっていても知りたいではでは、バベルさん、ステータスってなって今、石尾さんがそこでぐるっとこう興味津々、知りたい知りたい、ですね、うん、では、光属性ですね、うん、
して、アビリティいきましょうか。アビリティがですね、マインスイーパー M と魔族キラー M おーをベースに持ってるのかな。なんかあったんですか。なんか、はい、はい、で、ロックオンのワンウェイレザー EL を優勝コンボに持っておりまして、さらにこれは嬉しいかな、ストライクショットは反撃モードになるやつですね。あ、ロックオンで反撃してくれる、はいはい、え、すごい、ロックオンで反撃は初めてです、うん、初めてですね。なのでかなり必ず当たるからね、確かに、うん、早く打てるんです、あのアラジンとかよりも早く、あ、SS のターンだ、そうです、ターン数が早いので、ですけど反撃のできるターンもは変わらないので、そうそうそう、お得な感じになっております。はい、はい、そんなキャラクターなので、ぜひぜひ使ってみてください、はい、ゲットしてみてください。ではお次、うん、あのプロレスラーがゲームに、あのプロレスラー、皆さんもうお会いしましたか、このお方。アニメ、そうです。いや、いつか出てくるんだろうなと思ったけど、早っ、ボックスメタルさん。なんかアニメの感じだと、なんか弱って言われそうだね、やられたところで終わっちゃってるんですけど、10月30日かな、うん、に放送されたアニメに出てきた葵ちゃんが使っている、葵ちゃんが使っているフォックスメタル、まさかのキャラ使ってるですね、モンスターアニメに出てきた、はい、ゲームに来る、このね、うん、フォックスメタルが、11月7日に降臨します。あ、なるほど、降臨で、はい、でその後どんどんまた降臨、普通に降臨していくという形になっております、うん、でこれが進化で神々もいますと、じゃんじゃん、どっちかというと進化の方がアニメに登場した、ね、形かなと思います、うんうん、これが普通に降臨でやってくると、うん、はい、アニメと連動しております。30日のやつで出たんですか。そうですね、30日で初めて、あのアニメで出てきた、ね、まだね、30日見れてないです。あ、お忙しい、あのプロレスラー、そうなんですよ、あの映画の撮影やってたんですよ。あ、そうです、ね、映画の撮影は終わった週だ、うんうん、だから石川行った後で、うん、結構がっつり寝てたんですよ、うんうんうん、今週もドタバタでまだ終えてない、見なきゃ、見てください、 YouTube で、 YouTube で見れるんですよ、はい、皆さん、今週も続きがあります、見なきゃ、はい、で一応じゃあステータスもちょっとお願いします。ご紹介しましょうか、はい、この進化の方は、水属性ですね、で反射でパワー型です、うん、でアビリティはアンチ重力バリア、おー、うん、で、優勝コンボが超爆発、超爆発使いやすい、で、ストライクショットがこういうマリステンみたいに結界というか貼られて、その中で動きます、ガン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 、そうです、そうですっていうようなストライクショットになっていて、ちょっとそのこのね、四角がちょっと面白い感じになってるので、うん、ぜひこれはみんなプロレスのリングだ、体験してみてください。あ、そういうこと、ね、そうです、オリジナルのデザインに、はい、なっております。それは面白い、ぜひ使ってみてください。はい、で神化の方も似てるんですけれども、優勝コンボがちょっと違うくって、何、優勝コンボが毒斬りに違います。あー、なるほど、うん、すごいぽいな。で、副友情で拡散弾がつくと、キリハリ出ましたね。でストライクショットとか同じような、進化と同じようなストライクショットになっております。なるほど、はい、普通に降臨でやってるので、皆さん、うん、ぜひゲットしてみてください。はい、はい、はい、ほにゃらば、はい、お好き、続きまして3、東海リカップもすぐエントリー開始、はい、あれですよ、優勝したら、あれだよ、優勝したら2000万チームでもらえる、あ、仮面かぶって、仮面かぶって S 島行け、もぎ取ってこい、村さんたち出れないから、我々出れないから、フォックスメタルのマスターかぶってというわけで、そのエントリーがもう来週から始まりますよということで、じゃん、エントリーの日時がこんな感じでございます。結構同じ日ですね。そうですね、エントリー開始日はそれぞれの場所で一緒なんですけど、締め切り日がそれぞれ違うので、うん、こちらご確認いただきエントリーしてください。必ず事前エントリーしましょう、はい、当日枠はあるかもしれないけど、ないと思ってちゃんと事前エントリーしないと、はい、もう参加できないって後で文句言ってもダメです。確実にもう練習してる人はここで、うん、事前エントリーになります、はいはい、で当選発表日もそれぞれ違うのでお気をつけください、はい、またメールで当選発表が来るのでご注意ください。やばいぞやばい、ね、でも前回の大会だって1日あの英雄の神殿50周する人とかいたじゃん、いましたね、もう
さらにですね今回ね、うん、さらにも猛者どもが、うん、優勝チーム2000万じゃないですか、1人分取り分500万でしょ、うん、いや下手したらだって年収の2年分とかじゃないですか、ですね、うん、出たい。欲しい。いや出ても二方はダメじゃないですか。ひどいひどい。大変ですよね今から本気で。そうですね。でも我々アップバンクチーム全然もう。じゃあエントリーの仕方なんですけど、ちょっと今回ちょっと新しくなってるので。知りたい知りたい。ウェブじゃないの。注意ください。ですねこちらスタジアムが。アップデートされて、はい、その中からエントリーのコードをゲットすることができる。まず、こんな感じで、見てもらうと、ここに新しくエントリーとマイチームっていうのが出てきます。この画面に、はい、で、リーダーの方はまずエントリーをしてもらってマイチームを結成してもらいます。そうすると自分たち その4人のチームを作ることができます。で、マイチームを、結成を押すと、リーダーの人にはまずこのマイチームの合言葉っていうのが生成されるので、この合言葉を、一緒にのチームの残り3人の人に教えてください。そしたら、他のチームの人はマイチームに参加の方を押してもらうと、ドン、こんな感じで、合言葉を入れるものが出てくるので、ここでそれぞれ入っていってもらってチームを、結成っていうのを押してもらうとチームが結成できる。近くにいてやらないとダメですね。そうです、ここにちょっと赤字で書いてあるんですけど、メンバーが近くにいないとチームを結成するときはできないので、ね、はいはい、ご注意ください。はい、で、さらに、入ったらドン、こんな感じで、このチームでエントリーコードを発行っていうのが出てきます。この緑のボタンを押してもらうと、あなたのエントリーコードっていうのが生成されます。でこのコードでチームのコードが出来上がるので、これをコピーしてもらって、さらにエントリーページの方へ飛んでもらって、そこからコードを入れてもらう。これ相当便利になった。そうです、もうめちゃめちゃ便利になったんじゃないですか。そうなんですよ、実は前は ID を4人分入力とかじゃなかったですか。そうです、そうです、お友達の ID 全部こうメモして、うん、送らないといけなかったんですけど、ね、リーダーにはもうなんか非常にこう使命感みたいなものが要求されましたよね。そうですね、取りまとめる力で。もうこう気軽にみんなでね、うん、お友達とやろうぜっつってチームをそのまま組んで、そのコードさえあればエントリーできますので、はい、はい、でエントリーページからエントリーしてください。でエントリーができるのが11月9日の月曜日、来週の月曜日からになっております。はい、はい、さて、そしてですね、こちら概要、以前、場所とかお伝えしたかと、それできてなかったところもあると思うので、こちらドンドン、関東大会のところが一応今のところこの予定ということですね。この予定ですね、はい、関東大会アップバンクストア新宿だ。そうなんです、アップバンクストア新宿になるだろうというところでございます。まだ予定です。まだ雰囲気なのね。はい、アップバンクストア新宿の場合はですね、何だふわっとしてんのか。まだちょっとね、金曜日までには分かるので、また、はい、ご報告しようと思うんですけど、アップバンクストア新宿の場合は2日にわたっての、開催になります。タイムアタックのラウンドの方が1月16日の土曜日で、決勝 の、 バトルラウンドの方が17日の日曜日になります。すーげー、はい、すーげーすーげーやばいですね、楽しみですね。え、これ地区大会勝ったら、はい、幕張には何組参加できるんですか。あ、ここに書いてあるチーム数ですね。え、16チーム。そうです。え、この16チーム幕張で決勝大会じゃないですか。そうです、そうです。え、この16チームの中で優勝が決まるってこと。そうです。じゃあ地区大会で勝って決勝進出、例えば中部予選大会3チーム決勝大会進出って書いてあるじゃないですか。うん、この時点でいくばくかの賞金確定？ベスト8からですかね。あ、確か。なるほど。じゃあここ予選勝ってあと1回勝ったら確定していくんだ。ってことは、はい、はい、じゃあ確認してください。私とか村井さんとか出れませんよ。え、このなんかマミルトさん出れませんよ。私たちは出れませんよ。なんかこう司会として出る日と出ない日あるじゃないですか。はい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 、出ない、例えば私やとマミルトンさん出れませんよ。私たちは出れませんよ。もうちょっと今とこ出れないと聞いております。なるほど、まあ出ても仮面かぶってもダメです。ベスト8から
ベスト8からですね。ベスト8敗退チーム4チームから賞金があります。それが200万円でチーム1人当たり50万円で、3位チームには、賞金600万円ですね。準優勝賞金1000万円、賞金2000万円という形になります。準優勝でも年収ぐらい稼げるじゃないですか、うん、なんてこったすごい、いいなっておりますね、うん、はい、すげー、頑張ってください、頑張ってください。いや皆さん本当に頑張ってください、頑張ってください。そしてはい、で大会指定ステージがあるっていうのを前お伝えしたんですけど、はい、その詳細が決まりましたので発表します。じゃん、ですね、それぞれモンストスタジアムのオリジナルステージが、11月9日のアップデートで追加され、スタジアムの中に追加されるんですけど、それぞれこの、東海儀16、火の石像とか水の怪獣、木の歌取りというオリジナルステージが入ります。で、降臨ステージは前お伝えした通りのジャックとタッキーやし始めになります、はい、でそれぞれどこでこのステージが使用されるのかも、各地方予選大会で使用されるステージもこちら、あ、もう決定されております。明日の日9時引くとかじゃなくて、そうですね、ですね、まずタイムアタックのラウンドの方では東海儀16火の石像がステージになります。なるほど。でバトルラウンドの方ではベスト16は、東海儀16の水の怪獣、そして準々決勝は木の歌踊りで、準決勝が降臨ステージ、ジャックか滝足姫のどちらかが決まります。で3位決定戦もやるんですけど、それが、火の石像まだ来ます。で決勝が、火の石像と水の怪獣と、さらに、さっきの降臨、準決勝で使ってない方の降臨ステージが対象ステージになります。優勝しようと思ったら、はい、全部、うん、全部ということですね。そうですね、降臨ステージはモンストの方で降臨来た時に練習しないといけないので、うん、はい、バリバリ練習してください。はいはい、はい、一応ね、で地方予選でも1位とか2位とか決まるんですよね。でそれの理由がこちらですね、トーナメント、うんうんうん、関東予選の1位のチームと関西予選の4位のチームがある。ほー、なんで1位3位とか、ね、3位とか重要ですね結構、うん、なるほど、4位で通過しちゃうと1位のチームと当たっちゃう。そうですね、でも1位で通過できると有利かも、かも、かもです、かも。まあでも1位で通過できるぐらいですからね。そうですね。めちゃくちゃ強いから。そうですね。はい。で、その、ベスト16からもタイムアタックの順位によって、はい、じゃん、対戦する相手が決まるという形ですね。はい。はい。となっております。なっております。って感じかな。って感じですね。で、4番目、全国5都市でイベントを同時開催ということで。これじゃん、で、その全国5都市もあるんですけど、その際にステージで降臨クエストをやったり、あと 3DS の試遊も同時開催いたします。そんなイベントが、はい、ありますよ。自分たちが出てた。そんなイベントが、そうなんですよ、なんでちょっとステージでも降臨とか、私たちがその日はみんなの応援するだけでっていう気持ちじゃなくて、私たちもしかしたらちょっと戦うよ、ちょっと戦わないといけないかなと。前大阪でちょっとやった時、ちょっとヒーヒーしようタイムね、そうタイム早くて、みんなのタイムが結構大変でしたよね、あれ大変だった。そういうステージがあったり、あと 3DS の使用もできますと、うん、で、ステージの閲覧の方はですね、観覧館の方は、サイトからご応募いただいて、抽選された、抽選当選された方が観覧できますと、はい、で 3DS の使用の方は当日会場にて配布される整理券を持ち込む方のみとなっております。はい、はい、で誰が行くかですよね、どこに、うんうんうん、それがこちらになっております。じゃん、まず、名古屋の方には村井さん、アメルトン、パッチョ、花江っていう、この4人が行きます。まさにこの4人、この4人この4人が最初に行きます。12月6日6日です、6日日曜日ですね、はい、ヨモル名古屋茶屋かな、はい、はい、で12月20日の、関西リンク戦南は須島さん、高橋君、そしてパッチョパナエの、おお、行きますと、はい、この流れパッチョパナエがフル稼働と思いきや違った、思いきや27日日曜日、もう年末ですね、うん、こちら札幌では村井さん、
消してしまって、そしてパネ刺身がいきます。おお、刺身さんとか。さすが北海道ですから ね、 やっぱり北海道魚が美味しいですから。いいですね、いろいろ食べましょうね。刺身さんは北海道地元なんですか？あ、そうです、そうです、出身なんですよ。出身なんですか？いい話ですね。そして、年を明けた1月10日の、福岡ですね、イオンモール福津はマミルトン、そして高橋くん、サラバッチョ、テルーマンがいきます。はい。で、東京の方、関東大会の方はまた決まっておりませんので後日発表いたします。地元が一番決まってる。でもみんないるんじゃないかなと。誰でも来れるだろう。そういうのが決まってないっていう、まあ、顔出すやん。といったようなメンバーが来るので、はい、ぜひ皆さん、観覧にも来てください。お待ちください。お待ちしております。ニコ生もやるんですよね。あ、そうですね、ニコ生は、ベスト16からの対決とか、あと降臨とかもニコ生もやりますので、そちらもぜひ皆さんご覧ください、はい、お楽しみに。楽しみに。では5番目、5番目、リアルディスクバトル第4弾発売。というわけでドンドン、はい、11月下旬にまた第4弾が発売予定でございます。さてさてさて、ここにあるアトス、新たにまた書き下ろしモンスターもありますね。アリス、全然違いますよね。これはテュポン、テュポンっぽいですね、って感じでございます、うん、ちょっと丸みが、うんうん、全体的ななんか丸みが可愛い、うん、ウンディーネさんなんか可愛くなってる、可愛くなってますよね。確かに。でさらにですね、はい、じゃん、任天堂 3D 版の限定モンスターカグツチもリアルディスクバトルに収録されて、進化前が収録されていると。あの 3DS 版の PV のカグツチさん、異様にかっこいいですよ ね、 ね、あと異様に強いですよ、ね、強い、異様に強い、絶対勝てない、なんか即死してましたよね。ダーンなんか 4体合計でなんか20万ぐらいダメージ食らってませんでした。1人当たり4万とか5万とか、そこ細かく見てなかった。これが1割か、一応これちょっと仮のものになるんですけど、こんなイメージっていうのが、そうなんですよ、これまだ仮なんですけど、こんなパッケージになります。なります、はい、はい、でですね、うん、ギャン早期購入特典としてリアルディスクバトルが追加されて、 DS の早期購入者特典として、カグツチの進化後のリアルディスクバトル、進化後か、はい、うん、リアルディスク前でした、そうですね、でこっちの早期入会の場合は入会購入の場合は進化後がついてくると、はい、いうことでございます。いろんなウェブか、はい、お近くのモールとか、お店、はい、おもちゃ屋さん、はい、でぜひともご予約をください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、そして6、ハプバンクゲーム祭りでリベンジ。おー、11月13日と14日、ハプバンクゲーム祭りボリュームゼロ、ゼロボリュームゼロの中で、モンストのコーナーは20時から21時半、11月14日の土曜日ですね、の20時から21時半なんですが、はい、もう、大取りのコーナーでございますか、ですね、実質大取りのコーナー、ね、実質じゃないですね、あの本当に本当に大取りのコーナーコーナーとなっております。でそこでこの前ね、惜しくも勝てなかった M4 の皆さんに爆絶アバロンに挑戦していただこうと思っております。頑張ってほしい、頑張ってほしい、これでリベンジって入ってるね。わあ、今回村井さんもういないですか？いないけど村井さんも、まあそれは見といてください。どうなるかな。あれ？まあ見といてください。アップバンクゲーム祭り。あれ？あれ？けど村井さん、まあ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 見といてください。運曲次第かな。運曲次第。まあ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 。どうなることやら。どうやら。アップバンクゲーム祭り。はい。楽しみにしていてください。見てください。私たちも出ます。出ます。爆絶アバロンです。2回目の氷ですね。そうです。2回目だから練習もクソもないわけですよね。うん、そうですね。あの1回目に挑戦できてなかったら。うん、ねえ。うん、まあ、1回目は私は挑戦できてませんか。そう、私もできてません。私も。あ、みんな胸を張って。できてません。2回目です。ぜひ皆さんご覧ください。いや楽しみですね。いやどうなることやら、はい、うん、2回目か、見てる方もね、一緒に挑戦しましょう、はい、概要欄にリンク入れておきます、タイムシフト登録をどうぞ、はい、お願いします、お願いします、はい、
以上です。以上です。はい、はい、では締め、よろしくお願いします。どうすんだっけ、どうすんだっけ。あの夢玉のモノマネでもいいと思います。夢玉のモノマネ、モノマネ予想外、予想外に大きいみたいな。うわー、重なり合う。そして小さくなった。ダメ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 、なんだろう、これでいいの、これでいいの、本当に分かんない。でもまあじゃあいい、じゃあ任せるよ。ネクストマーストニュースヒンツとは秘密。過去考えてきてませんでした。すいません。来週もお楽しみに。すいません。皆様、ご視聴ありがとうございました。マックスフライチャンネル、チャンネル登録がお済みではない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますので、ぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。